から来ましたてんこ盛りと申します。今度2回目は、成長よさこいっていうのを踊りたいと思ってますので、成長よさこいはとっても簡単な踊りなのでできましたら皆さんで踊りたいと思いますので、今からメンバーが鳴子を配りますのでよかったら来てください。どうぞよかったら皆さん来てください。簡単な踊りです。来てください。両方でみたいな、一本ずつ、一本になってもね、はい、お手手をまず前に出します。でまずはやっちゃれって言ったら、お袖があるようにお袖に一回ずつやっちゃれよ、やっちゃれよって言ったら、振り回したから袖の方にやっちゃれ、やっちゃれ、やっちゃれ、反対やっちゃれ、やっちゃれ。そしたら次、お月さんを描くように右の方からこっちの上下、反対来てみーよ、前に叩きます。ジンバモバ、お手手に叩きます。さん、次横に行きます。夜と両手に踊る、へいや踊る、3回叩きます。1、2、3、次4回、1、2、3、次振ります。こっちの始まよ、はい、次は右に1、2、3、4、で次前ちゃん、横ちゃん、前ちゃん、横ちゃん、はい、また袖にさこいよ、さこい、上上下下引いて、よっちゃれよ、よっちゃれよって言います。もうね、頭で考えるよりも踊った方が早いです。ちなみに成長よさこいは、みんなこっちの方に真ん中の方もっと広がってください。一応今言ったのは高知市役所さんの、振り付けなんですけども、皆さんね、いろんな踊りがあると思いますので、知ってる方は独自の踊りでいいので踊ってください。それではよっちゃれって言いますので、みんなでよさこいって言ったら始まります。よっちゃれ、せーの、よっちゃれ、揺れます。
じゃあ、袖。よさこい、よさこい。